はい、皆さんこんにちは。今回ですけども、皆さんお待ちかね、まあ、お待ちかねかどうかわからないけど、3D について少しお話をしていきたいと思います。まずですね、僕よく使っているこの回転なんですけど、知ってる方はこれを押してグイグイするか、もしくは O、ショートカットキーですよね。を押してグリ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 するか、実はこれもっと楽な方法がありまして、マウス持っている方からしたらですね、そうです、マウス持っている方しかできないんですけど、シフトキーを押しまして、このくるくる回すカーソルあるじゃないですか、カーソルをギュッてできるでしょ。これギュッてしたらハンドになるんですけど、シフトをしながらギュッてすると回転できるんです。実はこういうすごい楽なものがあります。基本的には 3D いじるときは特に、おそらくマウスを握ってると思う、 O を左手でわざわざ右側にある O を押すよりも、左の下にあるシフトキーを押しながらグイッとした方が楽なんじゃないかなと思うので、これ絶対覚えておいてください。シフトキーを押しながらカーソルをグイです、スクロールをグイです、スクロールないやでですね、それ以外にこういう室内に入りますよね。入って上を見上げたいなって思うときに、皆さんこうしてませんか？こうしてからこうやって近づいたりしてませんか？これも僕からしたらもうすごい面倒なことしてるなーって感じなんです。それなんでかって言ったら、実はここ人マークあるじゃないですか。これね、移動マークでして、押すと、まあ、僕何回も使ってるんであれなんですけど、ほんまは押したらこうすればこう動くよっていう使い方、ガイドがあるんですね。まあそれに従っていくと、 W を押したら前進むんです。シフト押したら入るので、まあこういうのはちょっと見ていただけたら分かるので説明省くんですけど、なんせまあこれで歩けるだけだったらまだあれなんですけど、これね、グイッと上に上げたら、その場で上を見上げれるんです。近いな、なんかちょっと下がれるし。ああ、じゃあちょっと次進むかって、上上がって前に進めるし。これね、もう完全にゲームですよ。ゲーム感覚でこう歩いていくことができるっていう超優れものなんで、よかったらぜひこの人マークですね、使ってみてください。あ、今ちょっとパパッとやっちゃいましたけど、終わりたいときはクリックすれば、OK ですので、それも覚えておいてください。あとですね、ちょっとこれから 3D の説明をもっとしていきたいんですけど、それにあたってですね、これをも知っとくとめっちゃ便利だよっていうのをちょっと紹介します。まずですね、Window を開いてます。Window を開いてツールバーです。ツールバーからこの 3D をクリックしていただくと、ここに V っていうのが増えましたよね。で、この増えたのが 3D 関連全部なんですけど、まあ、とりあえずですね、これ結構いろんなものあるんで何回かに分けて説明するんですけど、今回ですね、まず 3D の見え方を少しだけ説明します。まずこのここですね、今見えてるのがパースで表されてるものなんですけど、これの隣にある平行投影、平行投影にもババッとできちゃいます。いいなぁこの形。まあ、それを置いといて、で、二点透視図法どうすんねんってなった時にこれなんですよ。あれ今消えてて押されへんやんってなったら、いやちゃうんです。これ平行投影なってるから無理なだけであって、これパースに変えてから二点透視にすると OK できちゃいます。で、こいつね、かっこいいんですけど、この二点透視図法をちょっと問題ありまして、押したときはいいんですけど、そっから、あ、やっぱもうちょっと前で、こっからの眺めがいいなぁってなったときに、あれ？そうです。透視図法消えてるんです。だから、見たいところで押してください。じゃあ、綺麗に二点透視図法になります。これ知っとくと、パースをもしトレースしたいってなったときとかはめっちゃ便利なんで、覚えておいてください。今回は以上にしたいと思います。次回ですね、3D スタイルについて、少しお話をしていきたいなと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。
responsible.